そうですね、最初に。流れる雲が形を変えた。伸ばした手にひとしずくの雨が触れた。このまま時が止まればいいと願いかけて、見上げればグレーに染まる空、
ありがとうございます。サイレントスカイでした。ありがとうございます。では皆さん入ってきてください。どうぞ。出るタイミングが久々にこんな始まり方したから。なんて言ってましたっけ、さっき。え、タイトル何でしたっけ。サイレントスカイ。サイレントスカイ、はい、どういう。嵐の前の静けさという意味で、はい、タイトルをつけました。ね、はい、緊張しました。緊張めっちゃしました。こんな震えてちょっと顔が怖い顔してる。めっちゃ緊張した、うん、はい。でも歌詞が何でしたっけ。最初雨がとか出てこなかったでしたっけ。流れる雲が、うん、雲が形を変えた、うん、伸ばした手にひとしずくの雨が、雨が触れた、雨がって言ってだんだんピアノも上手になってきて。えー、本当ですか。だからあの台風的にね、雨があって雨タララーンとか追いかけるところが出てきて、じゃんじゃんだけじゃなくて。そう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 。ああ、なるほどね。そこはなるほど、はい、そっかそっか、はい、頑張ってます。そういうの頑張ったなっていうような感じがしました、はい、頑張ってます。とっても良かったですね。、はい、非常にね、はい、曲もね、なかなかやっぱりすごく素敵で、うん、まあ、まあ、何しろ歌がメインで、歌もね、はい、とっても、まあ、ピアノは、ね、最近は頑張ってます。頑張ってやってるんですよね、はい、弾き語りですね、はい、はい、冒頭始まりましたよ。歌でタイトルコールしますか。もうタイトルコールしますよ。いつしよう。いっぱいいっぱいになっちゃったね。はい、では参りましょうか、はい、タイトルコールからいきましょう、はい、佐々木信綱の海猫音楽院。よいしょよいしょ、よいしょ、盛り上げていきたいと思います。よいしょ。2019年6月20日。もう緊張が映ったよ。すごい緊張してる顔してるななんて思ってたらね、はいはい、6月24日月曜日でございます。皆さんこんばんは、いかがお過ごしでしょうか、うん、北千住より、世界に配信。この番組は毎月第4月曜日19時からこちら北千住のシーウェブのスタジオよりお送りしております海猫音楽院です。毎月ね、多彩なゲストをお招きしましてトークやライブをお届けする趣旨でお送りしております。私、当学院の学院長を務めます青森県は八戸市出身の佐々木信綱でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。さて、はい、先ほど弾き語りしていただきました、はい、海猫音楽院保健室の先生を担当しております、現役看護師でシンガーソングライターとして活動しております炎上寺さくらです。埼玉県は入間市出身で茶畑に囲まれて育ちました。頑張ります。よろしくお願いします。もう頑張ります。もう頑張りましたじゃないの。今日はちょっと頑張りました。もう 9.5 割ぐらいの仕事終わったって感じでしょ。はいはい、もう今飲んでもいいぐらいの。もうビールあっていいかなっていう。結構難しい方なの、自分の中では。演奏的に今ま、弾き語り今前回もやっていただきましたよね。そうですね、うん、の中では一番ちょっと難しいというか覚えづらいですね。コードが変わるので結構、うんうん、ちょっと最後明るくなる感じでね、うんうん、そうですね、はい、なかなかじゃあ大変だったんだね。そうですね、うん、でもこれはもう今3ヶ月ぐらい練習してます。うん、でも3ヶ月でものになるんだけどね。頑張ってます。いいんじゃないかなと思います。じゃあ、はい、次参りますね。はい、どうぞ。はい、ではお願いします。はい、海猫音楽院英語の先生を務めております。普段は英語翻訳家やっております。音楽も大好き、お酒も大好き、キニです。よろしくお願いします。はい、埼玉県は？埼玉県は羽生市出身です。ね。はい。なんかもう止まった感じ。もう仕事終わったもん。もう終わなんかじゃあ2人で、2人でやりましょうか、ね、なんでなんで出て入れて。今日も相撲の話かな。相撲の話は何もないですよ。相撲部じゃないんだよね、ここは。違う、相撲部じゃないんですよ。相撲部じゃないんですけど、さあ、6月、7月といえば、はい、6月といえば何でしょう、はい、梅雨、うん、違いますか。梅雨ですよ。それ違うというそんなあれはないです。6月といえば、うん、梅雨ですね。アジサイ。梅雨ってどういう漢字書きますか。梅雨。梅雨の雨、うん、梅雨っていうのはもともと中国の言葉なんだって、うん、へえ。ね。
で日本に来て梅雨っていうようになったんですけど、うんうん、それは江戸時代ぐらいから。全然どうでもいいでしょこの話。割とね。割とどうでもいいでしょ。別に梅雨の語源を今から話そうとしてるんですけど、うんうん、そんなことどうでもいい。そのあたりから梅雨という気候が始まったのか、うん、梅雨という言葉がやってきたのか、うん、どっちなのかなって。いや気候はもともとそうだよね。興味ある。うんうん、ちょっとね。いやじゃあ違う話しよう。いやどうぞ。梅雨といえばじゃあ梅雨の花は何ですか。アジサイ。アジサイ。アジサイね。綺麗、見てる最近。見てない。羽生はある？羽生には住んでないけど、うん、なんかうちの近所にアジサイがすごい綺麗に咲いてるお宅があって、うん、ちょっと眺めさせてもらって。豆なお宅はね。そう、いいことですよ。そうそうそう。見てない。見る機会がない、なかなか。ないですね。あ、そう。ね、でも咲いてないよね。なんかだ、川沿いとかじゃないですか、咲いてるの。ちょっと待ってください。そんなことない？ちょっと待ってください。割とよく見ますよね、この時期。どこ行っても。どこで？嘘とかじゃない。街でですか？だって私駅前に住んでるから。いや駅前でもあるよ。誰かし。誰が植えてるやつですか？誰かが植えてるやつが結構。いや市とかじゃない。市って2回繰り返さないと。誰かのお宅のってことですか？お宅のとか、うん、お庭に植えつ。割とね、日本人アジサイ好きだから。はい、結構歩いてるといろんな色ありますもんね。ぐるーっと一周してごらん、うん、結構住宅街を、うん、住宅街でも、ああここにもおじさん、そうなんですか。私は日本の方と話してるんでしょうかね。いやなんかちょっとまあアジサイにつく、アジサイを見ると、うん、何か思い出す虫とかありますか。カタツムリナメクジ。いやいや、カタツムリの方でしょうね。僕が言いたいのは今から。そうだよね。カタツムリってでもカタツムリこそ最近見なくなった。まあアジサイ見てないんだから多分カタツムリも。それ見る？カタツムリ見る？どこで見るの？どこで見る？私むしろアジサイ見てないのに。アヘにいるの？いますよ。ナメクジでしょ？いやちっちゃい時はいた。私もちっちゃい時はいましたけど、うん、最近アジサイはよく見るんだけど、うん、アジサイの葉っぱについてます？最近見る？え、そこまで見てないだけじゃなくて、昔は見ましたよね、カタツムリってね、うん、いっぱい、うん、学校に行く途中でこう大きいのから拾って、そう大きいの、こんなのからね、エスカルゴみたいなのからさ、うん、のがちっちゃいね、うん、結構いた気がしますね。本当見たい見たいと思っても最近カタツムリ、うん、サイゼリアぐらいでしか見ないですよ。やめて。調理されてるやつでしょ。エスカルゴ。やだ。480円だから580円だからのよく食べなさい。ワインね。確かに。マグナムと。美味しいんだ。うん、美味しいよね。フランスじゃ、もう本当1週間に1回ぐらい食べるぐらい。怖くて食べたことないです。え、ポピュラー食材ですよ。てか貝じゃないですか。ナメクジじゃない。ナメクジじゃない。貝の仲間。ナメクジ食べない。エスカルゴ食べます。あれ貝の仲間なんだって。うん、だからナメクジの仲間じゃない、貝の仲間。と思って食べてくださいね、うんはい、で、カタツムリといって思い浮かぶ、まあ、音楽院ですから音楽的なちょっとお話をね。来ると思って今ちょっと考えてたんですけど、うん、何でしょうか、カタツムリの歌。なんかあった気がするけどな。あった気がするよね。あった気がするよね。待ってるよ。カタツムリ、カタツムリの歌。でんでん、うん、あ、そうだそうだ、ヒントもらった今、うん、そうだそうだ、でんでんムシムシだ。カタツムリ、はい、お前の目玉はどこにある？角出せ、やり出せ、頭出せ。いや、目玉はどこにあるだ、目玉出せ。あ、そっか、目玉出せか。でも正解、あの1番それでしょ、はい、2番はでんでんむしむしかたつむり、お前の頭はどこにある、え、角出せ、やり出せ、頭出せが2番、1番は目玉、それだけの違いなんです、はい。どのぐらい前の曲でしょうか。戦後かな。昭和。昭和かな。大正。大正。もっと前。明治。明治。あ、そんな。全部言ったら当たっちゃうよ。うん、しかも大きく。全部の言語を言って。江戸とかって言われたら何百年ありますからね。明治、うん。そんな古い。うん、カタツムリはだっている、ずっといる、うん、いや、カタツムリがいるのが何年っていう質問じゃないですか。カタツムリが誕生にこの世の中に誕生したのは何年でしょう。多分分かんないと思う、きっと。じゃあそういう歌は作られたのはいつでしょうか。
じゃあ大正。大正。昭和。昭和。二人ともブーブーです。正解は明治44年。合ってたじゃん。全部言えば当たるよ、それ。小学校の1年生用の尋常小学校第1学年用に、掲載されました。ね、でんでんむしむしはカタツムリの歌なんですけど、うん、なかなかでもそのぐらいしかないね、カタツムリってね、うんまあ、明治時代からの曲、うん、でも寂しいことにさ、これからカタツムリっていうのは見なくなったら、なかなかまたそういう曲ができる機会が減ってくるなっていうのは、うん、ね。もう一つ、はい、もう一つ、うん、この時期の梅雨の時期 の、 どう、うん、あの生き物というとカタツムリとカエル、カエル歌はありますか？クエクエケロ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 、ああ臨床のやつだ、うん、クワクワクワ、最初はカエルの歌が、はい、聞こえてくるよ、はい、クワ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 、うん、ケロ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 クワクワクワ、ケロケロって笑うんだから自信ないんでしょ、ない、ね、うん、正解、あのクワ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 、まあ正式にはケケ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 ケクワクワケケ、そう、それがゲロ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 とかゲゲ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 とか、ケロケロケロによって違う、もともとの役はケケケケケケだったみたいです。でこの曲はどこの曲だと思いますか？え、日本でしょ？ブブー、え、日本じゃないんですか？中国もっと難しいの感じで中国じゃないです。アメリカ？アメリカじゃないです。アメリカはじゃないです。カナダ、知ってる国を並べ出しましたえ、本当に外国？が本当に外国です。ハワイ、ハワイ、ウクレレでも弾きながら帰るでも、うん、梅雨がないといけないんですよね。梅雨が降る、雨が多いかもしれないですね、うん、きっと、うん、ちょっとその先は分かる、パスタイとか雨季がある熱帯系。いやいやいや、あのもともと音楽が発達したのは五線譜が発達した方です。だからどっちかというとヨーロッパの方じゃない？ヨーロッパですか？あ、イギリスか。うーん、イギリスじゃ、音楽といえば日本が音楽から、まあフランスも音楽あれですけど、日本がまず音楽を輸入した国。オーストリア？オーストリアじゃない、ドイツ。ドイツ、ドイツ、ドイツからまずそういうのをね、輸入してきて、それに日本語の歌詞を乗っけて、うん、それで、テキストにしたりこう使うわけなんだけど、昔はね、もともとなかったの。だってあの和楽器しかなかったわけでしょ、五線紙がなかったの、うん、確かに、ピアノがなかった、ね、確かに、だからそれで、音楽を負けないようにと思って向こうから輸入して、それで音楽を作っていくんですが、ドイツから来ました、カエルの歌。へで、ドイツの民謡なんですけど、直訳、うん、長い夏の夜にはカエルの歌が聞こえてくる、クワック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 クワッケー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 、クワッククワッククワック、これはドイツ語の直訳なんです。もともとこれをカエルの歌が聞こえてくるよって、岡本俊明先生って言って玉川大学の教育学部のね、先生が作った、あの訳して、教育のようにやってくれた、うん、それが未だにこう広まってるカエルの合唱という曲なんですね、うんうん、弾き語りお疲れ様でした魂ここにあらずでそんなことないです、はい、大丈夫ですか、気合い入れていってください。わ、はい、かりました。で、まあそれがケケケケケケだったのがいろいろゲゲゲゲになったりね、ドイツ語だったんだ、ゲロゲロになったりね、ドイツ語がケケケケっていう擬音だったんですね、だったんでしょうね、きっとね、うん、まあ、ケー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 クワックワックワって、まあなんとなく近いけどね、うんうんうん、鶏の鳴き声だってほら国によって全然違うって言いますからね、うん、そういう意味合いのドイツの曲だったんですね、もともとね、はい、ではでは、はい、今日はメッセージはどちらに来てるんですか、のぼうじさんこんばんは、はい、あれ来てますか、ごめんなさい、こっち出てないですね、うん、ちょっとね更新がこっちあんうまくいかないみたいだわ。 33J さん、はい、どんだけ、どれのコメントに対してだろう、こんばんはありがとうございます、ありがとうございます、はい、毎回ね見てくださってありがとうございます、はい、さあではスポンサーいきましょう、はい、
この番組は缶詰の数だけメニューがあるこだわりの日本酒と缶詰料理の店、東武東上線上福岡駅西口下車上福岡缶詰バルいろはの提供でお送りします。そして、はい、今月も、はい、今月も引き続き、缶詰バルいろはでは、はい、番組の最後にお伝えするキーワードを伝えていただきますと、はい、これ、はい、ご飲食代合計金額2000円以上のお客様に限り1000円割引とさせていただきます。はい、はいはい、さあでは次のコーナー参りたいと思いますね。はい、はい、スペシャル先生のスペシャル授業、はい、さあ本日お越しいただいておりますスペシャルな先生は、はいはいはい、はい、スペシャルな先生はですね、はい、私から紹介させていただきます、はい、あやばい、ちょっと待ってくださいね。プロバイオリニストの、もう一回言ってください。プロバイオリニストの、はい、成原さん、はい、かなでさん、はい、です、どうぞ、はい、はい、よかった呼べました、呼ぶところまで行けました、呼べました、ね、はい、どうもどうぞどうぞ、よろしくお願いします。お願いします、お願いします。よいしょ、さあ、成原さんにお越しいただきましたね、うん、はい、バイオリニスト、はい、言ってみて、バイオリニストさん、言ってみて、バイオリニスト合ってますか大丈夫ですか、はい、はい、成原さんでございます。すごいですね、お名前かなでさん、素敵、ね、ありがとうございます。本名ですよね。本名です、いやすごい、あの、また、あ、そうそう、うん、お母様も音楽家でらっしゃる、あ、はい、ね、音楽家、だからやはり奏でる、奏でたから、素敵ねえ、うん、あれですか、ずっと小さい時から、はい、そうですね、バイオリンを、はい、バイオリンを、東方音楽大学を出られておりまして、うんうん、まあもうバイオリン一本でやってるですよ。すごい、うっすら奏でてます。いやすごいですよ、すごいです、オケもソロも全部ねやられるんですもんね。もうなるべくオールラウンドプレイヤーでいたいなと思っているので、うん、レコーディングとかの仕事も、あ、そうね、させていただいてます、ね、へ、それでちょっとちらっと お伺いしたのでは、うん、あのバチカンの、うん、バチカン、バチカン、四国のバチカン、わかりますか、バチカン、わかります、名前は、何県ですか外国です、あ、外国ですバチカンね、本当にバチカンの、そのチームがあるんですよね、オーケストラの、はい、チームチームっていうか、はい、まあ、オーケーあるんです。メンバーになっているオーケストラで、はい、あのバチカンの方で演奏させていただく機会があって、あのサンピエトロ大聖堂の中で弾かせていただきました。教科書に出てくるレベルのやつなかなか一握りですよね、なかなかね、行くチャンスは、行くチャンスってのは恵まれないですよね、ありがたいです。すごいです。ちょっとすいません、思ってることあるんですけど、はい、私自己紹介はないんですかね。あ、自己紹介、ごめんなさい失礼しましたそうですね、ずっとドキドキして、なんかあの言わなくちゃ、自己紹介言わなきゃいけないけどみたいな、最初の件はどこどこ出身とか言わないといけないのかなと思って、ちょっと考えてたんですけど、3人見て誰もいない、しかもちょっともう一個言っていいですか、はい、先生もうちょっと寄ってもらっていいですか、真ん中がね、そうなっちゃうんですか、端っこになっちゃう、そうですね、遠慮しないで近くに来てでは、じゃあ成原さんご自身でね、はい、少し、はい、お聞きしたいと思います、はい、大したここまで自分で振っておいて何も大したことは言えないんですけれども、うん、埼玉県は富士見野市出身で、おうおう、昔私が生まれた時は上福岡市だったんですけど、今そうなんです、ね、富士見野市に統合されまして、うん、富士見野市出身と今言ってるんですけれど、うん、富士見野市出身で、生まれも育ちも、はい、生まれも育ちもです、はい、それで、お酒も大好き、サイゼリアではランブルスコを飲みます、マグナムボトルではないです。何なんですかそれ、ランブルスコご存知です、え、ワインです、ワインですよね、そうなんです、うん、ワインなんですけど、まあね、ね、発泡、微発泡の赤ワインで、赤ワインってか、まあ、白もロゼもあるんですけど、はい、多分私飲んだことあります、あ、美味しくないですか、すごい聞いたことありますもん、だって
でも記憶に残ってるってことは美味しかったなと思います、うんうん、リーズナブルなんですけど、うんうん、あの日本で取り扱ってるとこそこ少ないんですよ、うんうん、そうですよね、サイゼリアさんにあるんですか。そうなんです、私がちょっと留学してたイタリアのパルマっていう、うん、はいはいはい、パルマハムとかム、うん、パルミジャーノレッジャーノとかの、はいはい、パルマのすぐ近くで作ってるお酒なんですけど、その未発泡ので、ね、赤は発泡って結構珍しいじゃないですか、うん、そうですね、それがね、サイゼリアにあるので、いいこと聞きました。そうぜひぜひ、行ったら一人一本必須です、必須必須です。一本でフルボトルですよね。フルボトル一本必須です、ね、でも1000円とお安いので、いやサイゼリアさん素晴らしい、買うのと同じぐらいとか、本当に本当に安い、逆にね、安いんじゃないかなっていうレベルですよね。うん、そうなんです。知らなかったね。というわけで、はい、情報ダンブルスコ大好物の成原方でした。エスカルゴで、ね、はい、最高最高。ナメクジではなくエスカルゴで、ナメクジと思うと食べたくないけどね。いや、貝だと思ったら食べれるんじゃないですか、うん、ね、美味しいですよね。美味しいですよね、うん、もうバターでもこってり味付けてあるから、うんうん、ガーリックと最高です。そうなんです、ガーリック、まあ、そういう成原さんでございますが、じゃあ埼玉県、はい、ね、埼玉人口多いですね。本当ですね、海猫って言ってる割に時には八戸人口が多くなる時もありますよね。時には、うん、今日はちょっと埼玉人口が多いわけですが、はい、まあ、音楽は生まれながらにして始めるきっかけとかっていうのもな、もうないに等しいぐらいな感じですか。ないに等しいようでもあり、何ですかね、サブリミナル効果ですかね。あの、自分でやりたいって一応言ったってことにはなってるんですけど、うちでは、でも家で母も教えてるし、はいはいはい、本人も弾いてるし、うちに来る人たちみんなバイオリン持ってくるので、世の中の人全員がバイオリン弾くと思ってたので、すごい、そのね、3歳とかみんな持ってるんだって、そう、そう、僕らも持ってましたもんね、でしょいや、拝見したことはほぼないですよで、まあ、なんかやりたいって自分で言い出しちゃって、うっかり、うん、その言葉も捕まえたみたいな、よしやろうみたいな、だからもうサブリミナル効果ですね、はい、こう、うん、まあ、でも体操選手のね、お家に生まれるとやっぱちっちゃい時から体操やるし、レスリングのね、浜口さんとかもね、すぐ生まれながらにやるっていう、だからもうやっぱりそうなんでしょうね、やはり ね、 ね、特にね、バイオリンはなんか小さい頃からやってないとあんまりプロにはなれないっていうイメージがありますよね。そうですね、それはまあそうかなと思います。10歳とか12歳ぐらいまでに基本的にほとんどの、なんていうんでしょうね、テクニックをマスターしてないと、まあ、プロにはちょっとなりにくいと言われているの で、 そ、 で、ね、それでみんな返しが早いんですよね。大人になってからやりたいと思ってもなかなか、まあ、プロになるまではね、非常に厳しいかもしれませんね。楽譜も細かいですしね。そうなんですね。だってギターと違って フレットレスだからね、やっぱりね、あ、ないんですもんね。そうなんです、そうなんです、音程を自分で作らないといけないので、こう、あ、こういうのないってやつ、そう、こういうのない、こういうのない、そういうのあるとほら、ここが、どうだな、目印がないですもんね、わかるけど、難しいですね、うん、でもちっちゃい頃は、あの、つけるんですよ、あの、ビニールテープとかで、あの、フレットみたいなのつけて、ここを押さえるんだよってやって、それで練習、そう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 、自分のこの手の幅だけが物差しになってるので、それが手に入る、ね、そうそうそう、その感覚がこう、ね、入るまでにはやっぱり大人になってからも結構厳しい、なかなか難しいです。もちろんその音を分かってないといけないですしね、音分かるの後からですかね、あ、もう感覚で覚えちゃって、先に手の形の方が先かもしれないです、でも逆に言うとそれだからこそ 音感もいいんでしょうね、うん、そうかもしれない ね、 すごくいい、バイオリンの方っていうのは非常にね、ピアノの人はあんまり良くなかったりもする、まあ、決まった音出してるからそうですよね、調律さんに任せて、うん、そうそう、見て分かるやつですもんね、まあ、難しい楽器ですよ、ともかくバイオリンっていうのは、うんうん、ね、その肩凝ったりとかしないですか、凝ります、凝ります、疑問ですけど、ね、こっち側だけじゃないですか、変な格好だし、うん、左右が全然違う動きしてるから、うん、ね、そうそう、バランスって崩れる、うん、崩れる、うん、でなんか整体とかマッサージとか行くとやっぱり筋肉のつき方も全然違うらしいです。何してるんですかみたいになります。そうそうそう、アスリートさんですかみたいな、上半身だけ筋肉とか、そうそうそう、
ちに構えるようでね、なんで真ん中じゃなかったんだろうみたいな ね、バランスよくこう確かにね、うん、こうやってほんとこう常にこうしてるから曲がっちゃうんじゃないかなっていつも思うんですけどね、うん、曲がってますよ。洗濯すると T シャツが全部ねじれて同じ方向に、そうなんですか、うん、あんまりねこう生地の薄いものだとみんな同じ方向にねじれちゃうんですよ、はい、そうですか。さあね、うん、まあ、うん、ここで本当にプロの演奏をお聞かせいただきたいと思うんですが、1曲目はバッハとかでも大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよはい、あの、いいですか、バッハで、はい、はい、じゃあ、いや、まあ、本当のプロのね、演奏をね、あのここでしか聞けない、先、うん、になんかこう、指鳴らし的なものをさせてもらえるのかと思ったら、そう来た、いきなりプロの演奏を聞かせてあげた方がいいと思いますめちゃぶりですか、はい、大丈夫ですか。すごく難しい曲なんですけど、あの技巧的にはでもまあバイオリンだっていうような、うん、そうですね、音色が分かりやすいし、うん、メロディーラインも綺麗な曲で、うん、あのバッハの、無伴奏のバイオリンのため の、 あの、うん、曲の中から1曲小さい曲を弾かせていただきますが、はい、バイオリンだけのためのそうなんです、楽しみのためのなんか、メロディーラインだけじゃなくてその伴奏の部分も一緒に弾いてるので、はい、バイオリンって4本弦があるんですけど、その4本を使うことで重音が出せるんですよね、だからちょっと伴奏しながら弾いてるみたいな、難しい、想像がつかないよね単音だとね、割りかし弾けるけど、それをほら重ねる、うん、こういうカーブしてるからできることですよね。そうですね、うん、あの、まあいいや、聞いてもらいましょう、はいはい、はい、よろしくお願いします。マイク取っちゃいましょうかね。バイオリンを聞く機会ってなかなかないですよね、うん、のぼうじさん、スパークリングワインと違うのと違うって言ってましたよね。スパークリングとは違いますよね。うん、あ飲んでみたいですね、うん、まあね、すぐいけるから。スパークリングより濃い、なん濃い味が度数は普通のワインより少し低いぐらい。うん、楽譜が黒いですね。マイクは取っちゃった方がいいかな。大丈夫かな。いや、つけてたと思います。はい、うん、黒いってやっぱこっちから見てもわかるでしょ。
と楽器も見せていただいていいですか。はい、はい、はい、どうでした。面白かったですか。はい、すごい。え、2個同時ってどういう音。こうやって2本一緒に弾く。あ、なんか2人で弾いてるみたいな、うん、はい、重なってるっていう人と、うん、すごいっていう人が2人で、うん、あ、なるほどみたいなことが分かった、うん、分かったね、分かったね、こういう仕組みになってます、また渋いですね、色もね、渋い、素敵な楽器、ね、江戸時代ぐらいの、え、でんでんむしむしぐらい、ぐらいより古いですかね。はい、木の材質は、木の材質ですか、うん、ここまた違いますよ ね、そうです、ここは桜なんですけど、私は、うん、でここがツゲで、うん、ここ黒炭で、ここもツゲなんですけど、うん、側面は多分楓とかなんですけど、うん、表面なんですかね、表面なんだろうな、ちょっと分かりかねますが、うん、でもイタリアの楽器なので、多分イタリアの北の方でいっぱい生息してる木なんだと思うんですけど、はい、なるほどね、ギターって弦って自分で張り替えるんですか。あ、いいんですか、はい、ギターって、ギターじゃない、間違えちゃった、間違えちゃった、大丈夫ですか、出し大変だどうかしちゃいました、大丈夫ですか、ね、でも形似てますからね、はい、弦自分で張り替えます。昔は羊の腸とかを使って、ガット弦っていうのがあったんですけど、はいはい、今はスチールとか、うん、そういう、まあ、近代的な、スチールだってないんですもんね、昔はね、そうです、うん、ですね、オケでやってる途中でもバチンって切れると、そうやってこう回してもらって、そうです、張り替えるんだよ、バチンって切れたら顔にパンきそうですよね。めったにないですけどね、ないけど、ないとは言えない、こうなってるからなんか、うん、めったにないけど、ないとは言えない、ないとは言えないかもしれないですね。これは何の材質ですか。こっちは、この毛が馬の尻尾ですね、うんうん、そうなんだ、緩めると分かりやすい、なんか1本だと思ってたけど、1本じゃないんですね、いやいやいや、うん、細いのが集合してる、こんな感じで、うん、いっぱいね、ねって束になってる感じ、うん、見えるかな、見えます、見えないかな、見えます、これ1本じゃないんです、細いの、これはこの細いのが、そうなんです、いっぱい、これね、まあ、パヤパヤ、しょっちゅう切れるんですよ、切れ毛がね、うん、切れるんですか、切れるんです、うん、パサパサパサってこう切る、こうすると分かりやすい、あらー、すごーい、大間さんの分かる、はい、これ1本ぐらい切れたぐらい、じゃあ、全然何でもないです、バイオリンコンチェルトとかって、すっごい長い曲とか弾いてたりとか、はいはいはい、30分とか40分とか弾いてるんですけど、はい、激しい動きも結構あるので、ね、摩擦で切れちゃうんですよね、そのお休みがなくて、こう切るタイミングがなかったりすると、4、5本切れたまま弾いてるような方もちょっとパラパラって、うん、ね、なってるね、うん、これはこのセットで買うんですか、これです、買うんですか、それとも一本一本じゃなわけじゃないですよね、一本一本そんなバラ売りの商品世の中に4本くださいこれ何本ぐらいあるのかがわからないんであれですけど、一本一本買ったらえらいこっちゃですよね、そうですよね、一本切れたから一本追加みたいな、絶対違うよね、食毛になっちゃう、ね、ただのバイオリンもそうだし、チェロもそうなんだけど、こっちの方が難しいんだよ、うん、そうなんですか、ね、右手が音色を作る楽器なので、うん、こっちのこと、ただ左手は、音程、ピッチを作ってるんですけど、はい、まあ、こっちも難しいんですよ、うん、もちろん動作に音色が良くても、ピッチ悪かったらただの音痴なんで、はい、そこは左手もすごく難しいんですけど、右手が音色を作っているので、やっぱり右手が自由に、でこの長さの、まあ、棒相手なので、これを自在に使えないと、まあ、自由ではない、はい、今でも難しいと思いますが、こっちの右の方が、私は今どっちもどっちですか、ね、どっちにも満足してないので、 でもよく演奏者の人は言いますよね、右の方が難しいっていうのはもうこれは、うんうんうん、
音楽を作る上ではね、そうですね、右の方が難しいかもしれません。なかなかこんな間近で見れない。見れないじゃないですか。のぼえさんも1本でできてると思ってた。ああ、ね、そっか。やっぱ多分みんなそう思ってますよ。見ていただけてよかったです、うんうん、そうですね、今言わなきゃ分かんなかったかもしれない、うんうん、ねえ、ネジ取ってみてよかったです。ありがとうございます。あ、そうね、ネジ取ってみて。またボーディーもほんと渋い色と、もう可愛くてしょうがないんじゃないですか、楽器が。可愛いんだか憎らしいんだか、憎らしいんだか。もうメッセージが来ますね。先生が読むの読めないの、誰が読むの。はい、読みます。読むところ疲れました、これ。あ、そうですか。私の内差加減が出てしまった。プレスト音楽教室です。ただいま教室にて先生方と見ています。恥ずかしいな。ちなみにバイオリンの表板は松です。松だよとみんなで突っ込んでいます。すいません、誰か酒の話にしてくれ。酒松でした。そっちなら松だそうです。松だそうです。間違ったことをお伝えしてるわけにいきませんけどね。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。見てくださってる。見てくださってありがとうございます。よかったよかった、はい。でそのまあ教える、今ありましたけど、うん、プレスト音楽教室さんでもう習えるわけですね、カエル先生ね。はい、はい、講義を持たせていただいているので、そちらでもアンサンブルのクラスとかもやらせていただいてます。そうそうそう、初心者向けではなくて、ね、どちらもです。初心者クラスもマスタークラスも。そうなんですね、はい、やる気が出てきた。いや、ちょっと難しそうです。なんか釣りそうだなと思って左手をずっと見てます、ね。ピアノも歌も教えておりますね。そうじゃないですけど、この教室ではそういうことですね。はい、はい。で、先ほどちょっとお酒ってお話出ましたが、はい、お酒も好きなんですね。お酒、ちょっと人より好きですね。うん、っていう人は結構好きなんじゃないですか、ね、うん、飲みますよ。あ、飲めますか。そんなには飲めないんですけど。いや、そんなに飲むと思いますよ、きっと。ワインですか。一番飲むのは多分ワインなんですけど、うん、好きなのはウイスキー。特にバーボンが好きですね。おー、なん、バーボンの何。バーボンね、ブッカーズっていうのが私一番好きなんです。ブッカーズ、はい、結構50度とかがっつり系のストレートで、すごい。ね、ロックで飲むのが好きです。ロックで、ロックでも割と喉焼ける、ね、そうですよね、うん、結構喉きますよね。バイオリン弾いてるのにロックなんですね、その辺はね。その辺はね、素晴らしいですね、非常に、はい。それでお車も好きです。あ、そうなんです。リサーチすごいですね。車も好きですね。乗るんですか。乗る方ですか。そうですね、乗るんですけど、で自分でもちろん運転するんですけれど、あの地方公園も多いので、はいはいはい、割とあちこちに車で移動することもあるんですけど、外国車を乗り回してるみたいですよ。おえ、ね、あの車そのものが好きで、あのメカっていうかボタンとかネジとか、ちょっと男性的ですよ、ね、そうなんですね。ロボチックなものが好きなので、コクピットみたいな。そうです、だから運転、そのドライブが好きというよりは、ドライブが好きというよりは、全然わかんないのにボンネット開けてずっと楽しんでる。わかんないのにですよ。なんかごちゃごちゃしてるなみたいな。ごちゃごちゃしてるみたいな、目がキラッとする。そうですか。音楽とはまた全然違う。さあ、じゃあ、はい、最後にもう一曲、はい、まあ、クラシックファンもいますけれども、クラシックファン、クラシックあまり聞いたことないなっていう方も見てらっしゃる方がいますのでね、少し分かりやすい曲をまた、はい、やってみたいなと思います。今流行ってる映画は何ですか。1位でしたよ、先週。飛んで埼玉。飛んで埼玉、ちょっと昔、もうランキング10に出てないね。うん、今先週ランキング1位でした。あ、そう、うん、何。そうなんだよ、メタってコナン。あ、コナンぶっちぎりだったけど、ディズニーが最近それに向けて、実写版、そう、ホールニューワールドです。アラジン、アラジン、ね、はいはいはい、アラジンの中からテーマソングを1曲演奏して、はい、絶対みんな知ってますね、知ってますからね、はいはい、分かりやすい曲でいきたいと思います。では準備お願いします。車の部品なんて全く興味なくないですか。ないね。ないよね。なんか免許取るときに教えられたけど、さっぱりみたいな感じ。ね。
絶対に知ってるあの曲を、はい、弾いてくれるみたいなので。いいですよねこの曲ね。ね、うん、好きです私も。はい、スペシャル先生は成原かなめさんでございました。またぜひ、ね、遊びに来てください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、では次いきますか。はい、参りましょう。マジシャン勝也の放課後マジックブーン。はい、イエーイ。1ヶ月ぶりの、そうですね、あれあれ2ヶ月ぶり、2ヶ月ぶりの、ちょっと前回、そうですね、お休みいただいた。あ、でこれちょっとじゃあ、はい、あれ聞くのはなくて、はい、大丈夫です、はい、はい、はい、なんか赤い和也くんどこ行ったね。え、赤のクローズになりました、赤の、はい、これ今、あ、ニューカズヤの、みんなこれで3、2、1で赤くなるわけじゃないんですなんですか、最近あの赤ジャケを着なくなったんですよ。なんでまた。いやなんかスーツを着始めてから似合ってるけどね、すごく。あ、本当ですか、うん、かっこいい、うんうん、こう真っ黒のスーツとちょっとこの紺のスーツ2着あるので、うんうんうん、最近そっちを着て営業でマジ込みしてるんですよ。 あ、そうなの。赤ジャケはちょっと引退しようかな。そうなんだ。あら、引退寂しいね。でもほら、なんかマジシャンって言うと、はい、黄色とか、はい、まあ、派手な白とか、はい、うん、奇抜な色、なんかでもあるの、はい、やっぱり。いや、特にはないんですけど、うん、自分は最初赤に決めたのも、もともと赤は好きだったんですけど、うん、まあ、なんか着るのは自分の中でも黄色とか赤とか、うん、そっちのイメージがあったので、うん、赤いジャケット、なんかね、そういうイメージがあるよね、はい、着たんですけど、うん、まあ場所にたまに赤は着るんですけど、うん、もう大体はもうスーツになりました。じゃあ、まあ、決まりっていうかそういうのはない、別にいいんだ、はい、大丈夫です、赤じゃなくても、はい、
やっぱ赤のジャケットと、まあ、気持ちはなんかすごいテンション上がるんですけど、うん、やっぱスーツだとピシッとするマジックみたいに、うん、気持ち的にはなんか変わりますね、うん、赤ジャケット着た時の方がなんかポップ な、うん、なんかマジシャンみたいな感じにはなれますね、うんうん、もう一回聞くけど3、2、1では変わらない、変わらないそんな無茶ぶりやめてください。では今日は、はい、どんな感じのマジックするんですけど、はい、もちろん52枚バラバラこのトランプを使っていくんですが、はい、もうこれ混ざってるんですけど、一応これだと僕は並び順を覚えてるかもしれないので、じゃあ桜先生に切りますか、はい、かっこよく混ぜてもらってもよろしいですか。え、かっこよくかっこよくかっこよくと僕は言ったんですけどね、かっこいいんですか、それは今にもこぼしそうな感じだけど桜先生の中の精一杯はまあそれです、これ、はい、これも混ざってるんですか、ね、上手くなった方ですか、まあ、そうですね、これ混ざってはいい、うん、ああ、こうしたらほらマジックできなくなっちゃうよ、ね、これマジシャン流せですね、これね桜先生のせいだね、これね責任を全責任やってフランと混ぜるのって意外と難しいですよね、まあ、あんまりやらないからね、うん、そうですね、うますぎるでしょ、ね、でこれでうまさを引き立たせるために今いやそうそうじゃあ間違いじゃなかった。もっと難しいやつだと片手で混ぜるとかもあるんですよ、はい、片手で混ぜますよ、ゆっくりいきますよね、この中で半分に分けます、うん、しますそうしてこの中にこうやって無理やり見えるかな、見えるかな、もうちょっと下げた方がいいかな、どういうこと、うわー、もう一回いきますからね、ちょっと今最後のやつが低いじゃん今半分に分けてこうやって縦入れる、ひっくり返すだけじゃなくてこのまま間に入れるんだね、そしたら返す、おーすごい、片手で混ぜるんですよ、うわーすごい、のぼおじさん今日はスーツだ、そうなんです、スーツ、皆さん気づきますね、やっぱ気づきますよね、うん、それ気づくよ、赤じゃんそうですよね、今はこんな感じで混ぜまして、はい、じゃあもう混ざりましたね、完全にね、混ざりました、今回はですね、時間があれば種もお教えしたいと思います、はい、やりましょうやりましょう、じゃあよく今までだと1枚カードを選んでっていう感じだったんですけど、うんうん、今回2枚使うので、はい、僕はまず最初に予言をしておきます、はい、ちょっと混ぜておきますね、はい、じゃあまず1枚こちらです、こっちを見ちゃっていいの、俺見えてる、見えない方がいいの、あ、じゃあ見えないようにしましょうか、うん、はい、じゃあこちらでいきましょう、この2枚をまず予言として、予言、はい、もうすり替えたりできないようにこの箱のこれもういじれないようにしておきます、はい、はい、予言です、うん、じゃあ僕がこんな感じで1枚ずつ置いていくので気になったところでストップとお願いします、うん、ストップ、どっちにしますか、置きますか置きませんか、置きます、置きますか、置きま す, きます、じゃあこれが今ストップといったタイミングです、目印で、はい、このカードは関係ないんですけど、はい、目印、あ、目印ね、はい、ストップさせた方、じゃあ今度はキニー先生、はい、どっちがいいですか、こう置きますか置きませんか、置かない、置かない、じゃあこれがストップじゃ目印です、はい、なので1枚これ変わっただけで置いたら1枚ずつ変わっちゃうので、ね、場所が変わっちゃいます、はい、今開けていくと目印が今置いてあるんですけど、はい、これが多分1枚ずれたハートさんじゃない違うこっちのカードとかがひっくり返ってますね、はい、じゃあストップでいった場所2枚こちらですね、出していきます、その手前のやつを、はい、これがストップでいった場所ですね、はい、とまずストップでた場所をじゃあ見てみましょう、はい、クローバーのことクローバーの10です、まあクラブで、うん、選んだんですけど、たまたまね、僕が選んだカードも同じ黒の10と、これだったらこれ大きな拍手を、これを皆様に最後お教えしたいと思います、これも簡単なので、簡単なのこれ、これも簡単なんですよ、いや全然わかんない全然わかんない色が一緒っていうのもまたポイント、そうです、もう完全にもう同じカードは作れないので、うん、まあほとんどみんなが当たったってわかるような、赤系の5と10じゃなくて、逆もう色も当たってるっていう感じなんですけど、どうやってたかというと、もう好きなように混ぜてもらったんですけど、うん、バーっと、うん、混ぜた、はい、混ぜます、はい、マジシャンは何をしたかというと、これこう混ぜて預かった時に一番下と一番上を見ます、はい、今一番下がスペードの9なので、うん、中から似ているクローバーの9をまず予言として出すんですよ、うん、こうやって、はい、で一番上がスペードの3なので、はい、クローバーの3をこうやって出すんですね、はい、準備はもうこれだけです、え、
なんでかというと、うん、こう置きますよね。ストップとお願いしますと言って、ストップ、これどこでもいいんですよ。ストップという場所はここじゃなくてもここだとしても、うん、はい、このままこうやって置くんです、うん、そうするとダイヤの2の隣にまずスペードの木が来ます。で2枚目はこっちにも一番下に来てるんですよ、はいはい、なので一番上に置いた状態でこうやって混ぜてって置いたので、うん、いつ上に置いたか全然気づかなかった。上に置いたじゃなくて、これもともと上にあるカードや。聞いてます。ちょっと話が僕なんかでもうオープニングで歌った時から上にあるカードを使ってるんですね。これをわざわざ僕一番上に持っててないです。はい、集中してください。そしたらまあ何でもいいのでここでストップと言ったとしましたら、また同じようにこう重ねるんですよ、うん、下にあるからね、はい、そしたらいかにもストップといった場所な気がするんですけど、はい、これ上にかぶして置いてるので、うん、もうどこでもよかったんですよ。そうすると今これとこれがひっくり返って予言がこれ当たるというわけなんです。だからこっちなの、こっちを置かないって言って引き付けといて、いかにもそれらしく思わせる、はい、理解できました。できますか。今何やってる、これ何、おにぎりに何やってるんですか。何をしているんですか。分かんなかった。なんか分かった、気がする。なので、まあ、自然にできるんですよ。これ一番上と一番下、一番上と一番下の似てるカードをまず2枚出しといて、うん、じゃあ赤系のクイーンを、この場合はそうですね、うん、赤系のダイヤのクイーンになりますね、うん、でこれだとスペードの6になります。 そしたらもうこれをやったら自然と、この後まあ混ぜなければ自然と絶対正解はするんですよ、うんうん、こう置いてって、もうこの今置いた段階でこの子が一番下に来るんですよ、うんうん、はい、あ、そうか、ね、やると分かる。こうして、うん、この子の隣に置きますよね、はいはいはい、それでそうすると隣に来るんですよ、うん、今ひっくり返したんですけど、うん、開けていくとこうなるので、うん、この目印だった隣のカードを持ってくれば自然とこれ一致するというわけです、うん、分かりました。この分かる、このなんかのれんを打てる返事、いつもオープニングで僕もやられますけど、なんかせっかく教えてあげたの気持ちよくない。そうそう、ちょっと 来月までにスポンサーしてきます。スポンサー呼びます、はいはい、この番組は缶詰の数だけメニューがあるこだわりの日本酒と缶詰料理のお店、東武東上線上福岡駅西口下車上福岡缶詰バルいろはの提供でお送りしました。そして今月のキーワード、キーワードはカタツムリ。おお、いいところです。はい、まともに来ましたね。ナメクジじゃなくカタツムリ。見つかることもないのね。なんとかワインじゃなくて。カタツムリ。はい、わかりました。で、今の戻りました。ちょっとさっきすごかったんです、はい、マジックの話、はい、できそう？できなそう。できる。これ覚えて来月ちょっと披露、ね、そうですね、来月披露します、うん、練習が必要だよ、練習、ね、はい、じゃあそのコーナー作るよ。はい、ね、頑張ります。マジックチャレンジ、マジックチャレンジ部長から聞いた、はい、マジックチャレンジ部長から。じゃあそれ再建してください。はい、わ、はい、かりました。はい、ね、はい、ではどうでした今月は。はい、盛りだくさんですね。盛りだくさんでした、はい、ね、もっといろいろ聞きたかったね。またね、来ていただきましょう次回、はい、ではまた来月お会いしましょう、さよなら。